皆さんおはようございます。それではただいまより華僑公民館9月の親子ふれあい教室を始めたいと思います。今回はタッチングセラピーです。教えていただくのは健康運動指導士の高橋由紀子先生です。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さんおはようございます。皆さん毎日いかがお過ごしですか？少しですね、涼しくなって過ごしやすくなりましたね。この暑い夏を乗り越えたら今度は乾燥する秋がやってきます。で、秋から冬にかけてはどん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 乾燥していきます。今言われているコロナやまたはインフルエンザ、風邪、そういうものは乾燥から私たちの体の肺に作用して私たちの体をどん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 とこう襲ってきます。そういう時にこの赤ちゃんと一緒にツボ経絡のツボタッチングセラピーでお母さんも赤ちゃんも一緒に免疫力をアップして風邪、コロナに負けない体づくりに努めていただきたいなと思ってます。そのためにポイントがいくつかあります。お伝えします。赤ちゃんの体はまだツボがですね確定されてないです。なのでここですよっていうふうにね、大まかな目安はお伝えしますが、そこを強く押すことはなく、この指なんかの面で押すようにしてください。爪を使わないということですね。そして赤ちゃんの体を触るときにはできるだけ指で触ると指の圧が強いので赤ちゃんの皮膚や筋肉に少し刺激が強く感じます。なので手のひらのここで優しく掴むような感じ。そして赤ちゃんの足、手を持つときにはお母さんの V サインですね、この両手 V サイン、これをして足首を持つことによってお母さんの強い力がこの赤ちゃんに伝わらないので優しく関節を動かすことができます。そして今度は赤ちゃんをつかんこう抱っこして、立って少し動くところがあります。リズム体操の部分の時には赤ちゃんをこのように輪っかにしてこのおむつのところに手を当てて、そしてお母さんにこのように抱っこしてもらって、はい、動いたりします。そして途中に赤ちゃんをつぶせにして背筋、背中を鍛えてもらいます。その時にはお腹、そしてしっかりとお股のところから手を入れて、そして飛行機というふうにして動かしていきます。この時も赤ちゃんのこの胸骨、胸のところがしっかりと骨になってますので、ここにお母さんの手をしっかりと合わせていただいて、赤ちゃんがずれていかないようにホールドしっかりとね持ってあげてくださいね。はい、ということでいくつか注意点をお伝えしました。それではここから早速ですね、座った状態でのまず赤ちゃんとの触れ合い遊び、まず導入からやっていきましょう。それではお母さんもね楽な姿勢をとってください。それではお母さんもですね、お子さんとまず目と目を向かい合わせていただいて、目と目を合わせておはようございますとご挨拶していきましょう。はい、おはようございます。それでは今からですね一緒に遊びましょうね。はい、ご挨拶です。で、赤ちゃんのこの目の視力というのはだいたい6ヶ月ぐらいからですね、正常に大人並みになってきます。その段階の時には結構ですね 0.1 ぐらいなので近い距離の方がしっかりとね目と目があったりします。はい、ということでできるだけですね目と目を見て合わせて、目が合うかなというのも目の異常だったり目のいろんなことを少しですね察知する大事なチェック方法になります。なのでこのようにご挨拶の時には必ず目を見てあげてくださいね。
はい、じゃあそれではですね、まずお母さんの手をですね、ゆっくりと、はい、こうやって温めてあげてください。でもし嫌がらずに寝ている赤ちゃんでしたら、このままゆっくりとゴローンと仰向けに寝かせてあげてくださいね。はい、そしたらこの手でゆっくりとお子さんの側頭部に手を当ててお顔を見ます。はい、さあそしたらですね、この状態で軽く頭をゆっくりと撫でてあげます。そして肩から、そしてお腹、そして体全体をですねゆっくりと撫でてあげましょう。どこか冷たいところないかな、熱持ってるところないかな、どこかぶつけたところがないかなっていうところを少し触りながらチェックしていきます。はい、じゃあそれではですね、ここからお母さんの 手でお母さん、赤ちゃんの胸からこのように腕を広げていきます。赤ちゃんはぐーっと縮まった状態で生まれてきました。そこからだん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 力が抜けて、手が広がってぐっすり眠れるようになってきます。となると基本的に赤ちゃんはピクッとしたりすると肩が、胸が縮まっている状態が多いです。なのでお母さんの指3本を使って胸のところから肩にかけてゆっくりとですね、広げてあげます。まずこれで呼吸が楽にできるようにしていきましょう。はい。そしてここから手の親指に向かってスーッと撫でていきます。手の親指には背景の経絡があります。なので肺を強くするためには胸を広げてあげるということが一つ大きなポイントです。深呼吸ですね。はい。それではここでお子さんにお母さんの親指をこのように掴んでもらってくださいね。そして握ってもらいます。または手首を指先 V サインで軽く持ちましょう。はい、そしたらここでお腹からバンザーイというふうにして広げて、胸を広げてあげます。繰り返しここからバンザーイって広げていきます。そして徐々に徐々に手の位置をだん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 耳の横に近づけて、上の方に、下からだんだん上にバンザーイと広げていきます。はい、あと2回いきましょう。バンザーイと広げていきます。最後もう一度、はい、バンザーイと広げていきます。はい、じゃあそしたら手をもう一度広げたら、もう一度指3本分指で胸、肩まで、そして手をゆっくりと撫でてあげてくださいね。はい、そしたら今度は手のひらです。手のひらには赤ちゃんのこの内側、この指先の内側ですね、ここはお花の副鼻腔のあのゾーンがあります。ここを刺激することによって、お花の鼻づまり、お花のトラブルにもいいと言われています。皆さんが知っている手遊びをですね、ここに入れていきましょう。一本箸、こちょこちょ知ってますか。じゃあ手のひらに、赤ちゃんの手のひらに指先で一本箸をね、書いてあげてくださいね。それでは歌を歌いながらやってみます。一本箸こちょこちょで、手のひらをこちょこちょ、軽く叩いて、軽くつねってあげます。つねるというね、チュッチュッとつまむ刺激を与えてあげます。そして階段登って、で肩をこちょ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 っと言って、肩周りから脇をこちょ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 っとやっていくと、ここで手のひらの副鼻腔から今の背景背景を刺激していくので、とてもですね、この呼吸が楽にやっていきます。反対の手でもいきましょう。それでは手のひらを人差し指で一本箸をたくさん書いてあげてくださいね。いきます。3、はい、一本箸こちょこちょ、叩いてつねって、階段登って、こちょ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 っと肩から脇までいきましょう。はい、じゃあそしたら今度は手の甲です。手の甲に一本箸をすることによって、今度は指先、大腸、お腹のね、元気にもつながっていきますよ。じゃあ手の甲に一本箸、たくさん線を描いてあげてくださいね。3、はい、一本箸こちょこちょ、叩いてつねって、階
て、こちょ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 、今度は首回りまで行きましょう。はい、じゃあ反対の手でも行きます。3、はい、一本出し、こちょこちょ、叩いてつねって、こいどん登って肩周りから、こちょ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 、はい、じゃあそしたら両手で軽く置けて、さあこの時にですね、お子さんがもし嫌がって、もう寝返り打ちたいなとかね、ゴロンゴロンっていう移動し始めたらね、その時には無理強いしないでくださいね。これをちょっと覚えていただいて、後でご機嫌な時に一緒にやってあげてくださいね。さあそれでは今度はお子さんの足、お腹、ここをですね軽く触っていきましょう。さあお腹周りはですね、軽く軽く少しですね、お洋服が揺れるような感じでいいです。あまり強く押さないように、はい。そして人差し指チクチクチクですね、これででんでん虫の歌を歌いながら、このくるくるくると回っていきます。じゃあそれでは少しでんでん虫の歌を、ハミング鼻歌を歌いながらやってみましょう。3、はい、うん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 、はい、お母さんどうですか、鼻歌一回歌ってみてくださいね。鼻歌はお母さんの鼻呼吸の練習になります。これからインフルエンザや風邪にかからないようにするためには鼻呼吸が大事です。ぜひお子さんと一緒に鼻歌を歌って鼻呼吸の練習をしてあげてください。さあそして今これでお腹のね、ちょっと調子を整えました。そしたら今度はですね、お尻をちょっと触ってみましょう。はい、おむつはどうですか、大丈夫ですか、パンパンになってないですか。はい、じゃあそしたら今度はおむつの、はい、この足の付け根のところですね、ここを少し触ってみましょう。ここもですね、あまり窮屈になっていると赤ちゃんの足の動きが妨げられて、赤ちゃんの股関節が少し動きづらくなります。赤ちゃんは足をバタバタさせながら、お膝のお皿をだんだん大きく成長させていきます。生まれた時には小指の爪ぐらいのお皿が、このバタ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 遊んでいる足、こういうふうに遊びながらどん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 この大人サイズに成長していきます。なのでこういうふうにバタバタしたらダメダメって押さえつけるのではなく、どんどん遊ばせて、逆にお尻を触ってあげると、もっともっと股関節、骨盤から動くので、ぜひぜひ足の動きをどんどんここでお尻を触りながらバタバタさせてあげてくださいね。はい、じゃあそしたらですね、ここからお母さんの人差し指でお子さんの体のツボを遊びながらですね、タッチしていきましょう。ツンツク遊びと言います。人差し指でお子さんの体全身をですね、ツンツクツクツクという歌があります。よかったら一緒に歌いながらやってみてくださいね。それではまずは体の前面からいきます。それでは人差し指、爪じゃなくて指の腹でお願いします。いきましょう。3、はい、ツンツクツクツク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 、おめめはどこだ、おめめ、はい、目はとっても大事です。さあそしたら目をですね、お母さんの手で軽くお子さんの目を覆って、いないいない、さあと見ながら少し目を合わせてあげてください。はい、いないいない、さあ、そして手が持てるお子さんだったら、お母さんの親指を握らせて、いないいない、ばあ、いないいない、ばあ、はい、いないいないばあは、外出先でぜひやってほしいんですね。紫外線から目を守るサングラスや帽子の役割になります。こうしてあげることによって、紫外線が強いこれからの時期もお子さんの目を守ってあげることができます。ぜひいないいないばあ、お母さんも一緒にやっていきましょう。じゃあ今度お母さんの目も一緒に、いないいないばあ、はい、いないいないばあ、
もう一回。いないな。ばあ。はい。そしたらここからはお子さんのこちらの方、目の元気というですね、目のつぼ刺激をしていきます。まずお母さんの目でやっていきます。まずは目頭、ここが1です。今度は眉頭、ここが2です。はい。そして今度は眉尻と目尻の間のちょっと外側、へこんでるところ、ここ3つ目です。はい、この3つを押していきます。もう一回いきますよ。指の腹で目頭が1、今度は眉頭が2、そして今度は最後、太陽のツボを3、押していきます。それではお母さんの目ぐるぐる目を回しながら、お目目の元気、1、2の3と3つあります。はい、もう一回いきますよ。3、はい、お目目の元気、1、2の3。さあ、それでは赤ちゃんも一緒にやっていきましょう。3、はい、お目目の元気、1、2の3とね。もう一回いきましょう。3、はい、おめめの元気、1、2の3です。はい、じゃあそれでは、まあ、この座った状態でも結構です。またツンツク遊びいきましょう。3、はい、ツンツクツクツクツンツクツクツクツンツクツクツクツン、頭までね。お花はどこだ。お花です。はい、お花、これから鼻水だとかね、大変です。アレルギーなどで鼻の詰まりを早くからね、訴えるお子さんも多いです。この3つのツボを今度は押していきましょう。まずは鼻のちょうど鼻筋の真ん中の両側です。ここが1です。そしてポイントはこの2つ目。この小鼻の際の鼻通点というところ。ここを指先でグッと押してしまうと鼻が詰まってしまいます。なので指の腹で横にグッと広げるようにすることによって鼻が開きます。そうすると呼吸がスーッとね、あっという間に気持ちよく広がって呼吸がしやすくなります。なのでこの2つ目大事です。鼻を閉じずに開く。そして3つ目がこの水孔、カトちゃんペッてなるところですね。ここをゆっくりとぐーっとですね、押してあげてください。はい、じゃあそれではお母さんの鼻でいきます。お鼻の元気、1、2の3でね、3つです。はい、もう一回いきますよ。お鼻の元気、1、2の3でね。はい、じゃあお子さんもいきます。3、はい、お花の元気、1、2の3です。最後もう一回。お花の元気、1、2の3です。はい、さあそれでは次いきましょう。また人差し指、3、はい、ツンツクツクツク、足先までね、背中までツンツクツクツク。お耳はどこだ。お耳です。はい、お耳もいろんな情報を常にね、耳から情報が入ってます。すると耳はあまり休むことができません。なのでお耳のいないいないばをすることによって、一時的に耳を外の音からシャットダウンすることができるので、耳のリラックスになります。これはあまりペタッとくっつけると鼓膜がね、少し刺激を受けるので、このようにおにぎりを握る優しいこの手で耳を覆ってあげてくださいね。それを少しゆっくりいきます。まあ、お母さんまずやってみましょう。はい、耳のいないいないバー、少しねほっとします。いないいないバーです。はい、じゃあお子さんも一緒に優しくやってあげましょう。3、はい、いないいないばあ、いないいないばあです。はい、そしたらお耳は形が腎臓の形に似てるということで、体の冷えに少し関与する臓器というか場所だと言われています。
なのでこの耳を軽く揉んであげることによって体がとても温かくなります。なのでお耳の元気のツボはこのようにしっかり揉んで、そして上と真ん中と下っていうふうに3方向引っ張ってあげてください。耳を揉み、そして上と真ん中と横開く。はい、なので冷えの解消とともに、もう一つは耳垢がポロッとね出てくる効果もあります。耳掃除ってね、なかなかお子さんはやりにくいので、これをぐーっと引っ張ってあげることによってね、耳の通りのところが少し耳垢が剥がれて、それが前へ前へと押し出してくれます。なので耳掃除が苦手だなっていう方はこのお耳の元気のマッサージをしてあげてください。じゃあそれではやっていきましょう。はい、お耳の元気、1、2の3です。はい、繰り返しいきましょう。3、はい、お耳の元気、1、2の3です。じゃあお子さんもやってみます。はい、お耳の元気、1、2の3です。はい、これね、お子さんが嫌がってたら無理強いはしなくて、ご機嫌の時にやってあげてくださいね。はい、それでは最後は骨盤の体操、お子さんの腸を、ね、元気にしていく体操をやって、そこからリズム運動に入っていきます。それではお子さんをですね、コロンと寝かして、はい、また人差し指で3、はい、つんつくつくつくつんつくつくつくつんつくつくつくつんつくつく、お尻はどこだ。はい、お尻です。じゃあお尻をキュキュキュとねマッサージしてあげましょう。はい、そしたらお尻を持ってコロンコロンと揺らしながら骨盤を動かし、腸を元気にしていきます。はい、それでは V サインして、お子さんの足を軽く持ち、そして膝の曲げ、伸ばしは緩やかにカエルの足のまま伸ばしてくださいね。はい、これでうんちとガス抜きで、おならとうんちの歌を歌いながら、ガス抜きとうんちを促す前導運動を促す体操をしていきましょう。3、はい、おならがぷ、はい、うんちがぷり、はい、おならがぷ、はい、うんちがプリ、はい、おならがプ、はい、うんちがプリプリ。はい、じゃあお尻をまたコロコロコロっと転がしたら、はい、斜めにして背中背中、はい、寝返りの練習。もう寝返りするお友達もですね、この背中はどんどんこの対角線に撫でてあげるとおすすめです。はい、そこからうつ伏せになったら手を出し、そしてお母さんがこの背中やお尻を触ることで筋肉にスイッチを入れてあげてます。なのでぜひね、お子さんと触れ合う時にはもうどこがどうとるとか言うのではなく、体をいろんなところ優しい手で触ってあげてくださいね。それがお子さんの体の筋肉にスイッチを入れて、今まで顔が上がらないという赤ちゃんも急に歯を上げるようになったり、または手を触ってあげることで腕の力をぐっとですね出すようになって、ハイハイができるようになったり、いろいろと赤ちゃんってもう成長が目まぐるしいです。ぜひお母さんの手でその成長を助けてあげてくださいね。はい、じゃあそれではお子さんを抱っこしていきましょう。さあ、ここでお子さん体調いかがですか？ご機嫌斜めですか？もし斜めでなかったらですね、一緒に抱っこしていきましょう。もしご機嫌斜めだったらですね、遊び回っても結構です。ご機嫌がいい時に一緒にやってください。それでは、今から音楽に合わせてやっていきますので、場所がありましたら立っていきましょう。さあ、お子さんを、はい、このようにですね、お股のところに手を入れてあげてください。さあ、落ちないように気をつけていきましょう。さあ、それではまずお子さんですね、もう少し音を少し大きく、はい、膝を少し曲げながら上下の運動をしていきます。さあ、これをお母さんのですね、足腰の運動にもなります。少しガニ股気味にして大きく歩幅を広げるのが大事です。そ
そして赤ちゃんはこの時にお母さんの体を通じてリズムを感じています。なのでこのように抱っこをしながら一緒に動く、これが赤ちゃんにとってのリズム感の習得の第一歩になります。はい、曲げて伸ばします。さあ少し切り替えになってきました。リズムを変えていきましょう。早く下上下上1、2、今度は上に上がる方ですね。3、4、3、じゃあ今度は体を右左に膝を曲げながら左右に入れていきます。さあここでお母さんは体を少し傾けながらお母さんの背骨の少し運動に入っていきます。さあしっかり赤ちゃんはね前に抱っこしましょう。はい、でもう一回真ん中です。お膝を曲げて、はい、伸ばす。さああと2回いきましょう。それではお母さん足を揃えます。はい、お膝曲げてアキレス腱です。横から見たらかかとのところにお尻が降りるような感じ。さあこれを一歩後ろにして、はい、下上下、あと2回いきましょう。2回です。そう、さあ今度は反対足を変えます。横からこんな感じ、あと2回です。2回です。そうです。はい、じゃあそしたら足踏みをしましょう。1、2、正面向いていきます。1、2、1、2、1、2、この時にこのようにあぐらをかくのが好きなお友達もいます。そういう時はあぐらをかきながら、さあそれではお母さん横に移動して、はい、今度は反対側横に移動していきましょう。少し横です。はい、横移動の時に一番ですね転倒しやすいです。足を上げるということを意識しながら転倒気をつけていきましょう。最後です。はい、今度お母さん右のかかと出しましょう。今度左です。ふくらはぎを伸ばしてアキレス腱ふくらはぎを柔らかく、お母さんの冷えの解消にもつなげていきます。あと2回いきましょう。さあここまで来たら今度は赤ちゃんを少しね、はい、抱っこして今度縦抱きにしてみましょう。縦抱きの時にはしっかりと体に密着させてあげてくださいね。そしてリズムをトントン、そうこのようにタッチしながらリズム感を一緒に育てましょう。じゃあ今度は軽く左右に揺れていきましょう。体を左右に揺らしながら4、3、2、さあ今度は左右に揺ら揺ら、そうです、左右の揺れを経験していきましょう。さあ今度は一周歩いてきます。歩きながらお子さんもいろんなところに景色が変わるので気分転換になります。反対側も回りましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、じゃあそしたらお母さん、はい、またかかと出して、はい、左足、あと2回です。はい、それではスーパーマン行きましょう。脇の下に手を入れて、そしてお股の下から手を入れて、お母さん足を大きく出して前に、はい、後ろからスーッと飛んでいきます。前、この時にお子さんの顔ちょっと見てくださいね。怯えるような顔をしていたり怖がってたら揺れを小さくです。個人差がありますので無理をせず、でこの時におじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、または兄弟が前にいたらお子さんもで一緒に前にこうお顔を近づけて遊んでください。はい、 OK、 反対です。さあこの時に顔を前に上げながらお子さんの背骨、背中の背筋の運動になります。背中をしっかりと鍛えることで2本足で正しく立って歩く元気なお子さんに育ってほしいですね。あと2回です。はい、じゃあそしたらゆっくりと抱っこ、または前抱きです。はい、じゃあそしたら足を開いていきましょう。はい、最後ゆっくりとダウンアップです。ダウン、さっきよりもだいぶお母さんもね体が温まってきました。2回です。
はい、じゃあそれでは歩幅を少し狭くして、お母さんお尻を左右に出しながら8の字に膝を柔らかく使う。さあお子さんも一緒にゆらゆらです。さあ骨盤を左右に出して4、3、2、1。はい、体まっすぐにしましょう。そしたら右足を前に出しましょう。さあここにお子さんを起こしてしっかりと抱きかかえます。お母さんの足の付け根を伸ばして手を上げて、おっぱいを気持ちよくね出せるように脇の詰まりを取っていきます。はい、足交代しましょう。今度反対、手を上に上げて気持ちよく伸びていきます。はい、でそしたらここで足を揃えて、お膝、抱っこ、立って、お顔の表情ね必ず確認しながらいきましょう。はい、じゃあそしたら頭のてっぺんからお尻まで撫でます。はい、ありがとうございました。じゃあここでリズム体操は終了です。それでは座っていきましょう。はい、さあそれではですね、ここから少しゆっくりの音楽になります。お子さんを少し寝転がしてあげてくださいね。はい、お母さんも足は楽にしてください。それではお子さんの足ですね。足にはツボがあります。小指から親指までのツボを軽くですね、丸く回しながらツボマッサージをしていきましょう。小指からぐるぐるぐるっと回していきます。小指は冷えのツボです。ちょっとお歌を歌いますね。小指がぐるぐる、小指がぐるぐる、小指がぐるぐる、冷えに強くなりますように。ポン。次薬指。薬指ぐるぐる、薬指ぐるぐる、薬指ぐるぐる、ストレスに強くなりますように。ポン。中指ぐるぐる、中指ぐるぐる、中指ぐるぐる、お腹が元気になりますように。ポン。人差しぐるぐる、人差しぐるぐる、人差しぐるぐる、食欲しっかり出てきますように。ポン。親指ぐるぐる、親指ぐるぐる、親指ぐるぐる、頭が賢くなりますように。ポン。はい、最後指先ブラッシングです。はい、今の歌をね、またよかったら反対側も歌ってやってくださいね。でも今日は、今はですね、軽く回し、一本ずつ一本ずつ優しく優しく回してあげてください。で、赤ちゃんは指先はすごくですね、神経がたくさん通ってます。脳にたくさんつながっています。なので手先、指先、予定、足も手もしっかりと触ってあげることによって、お子さんの脳の発達にもつながります。ぜひ触ってあげてリラックス、脳からリラックスをしてあげてくださいね。はい、ブラッシング。はい、それでは最後、終了のご挨拶は頭のホールディングで側頭部包み込んであげて、そしてお目目を見て、はい、眉間を軽く広げてあげて、はい、ほっぺたも口角にっこり上げて、はい、最後ゆっくりと撫でていきましょう。はい、それでは最後、今日はこれで親子体操、はい、触れ合いタッチング、楽しかったねとご挨拶してください。はい、さあ皆さんのところはご挨拶いかがですか？お子さんの様子はいかがでしたか？皆さんのお子さん自身の、皆さん自身の健康と、そしてお子さんの健康、これ両方大事です。それがこの触れ合うことによって、両方にね、相乗効果として、お母さんもお子さんも元気になっていきます。ぜひ
お互いにこのスキンシップ、タッチングセラピーをして、お互いにスキンシップを取りながら、心と体の健康づくりを、この秋冬からもぜひ取り入れてあげてください。はい。それでは今日は、これで私のタッチングセラピーは終わります。高橋先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではこれにて華僑公民館親子ふれあい教室9月のタッチングセラピー終わりになります。ありがとうございました。